んな人生過ごせてるって思ってなかったから嬉しいです。ありがとうございます。そう、27の風船もねもらったから作ってたんだけど、写真でこれ撮ったんだけどつけれない。やっぱつけた方が、あ、これをこう風船で隠そうかな。こんばんは、こんばんは。よし、待って、ちょっと。よし、なんかやっぱ髪がさ、髪がちょっと短くなったからさ、なんかボーイッシュに見えますね。こんばんは、ありがとうございます。テロップやろう。20歳になります。あーやばい、20歳だ。20歳になりました。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、タワーありがとうございます。もうあのね、あのまだ今こう文字を書いて、こう誰々さんで文字を書いたりができなくって、だから本当にね、あの嬉しいと思ってるのってあの思うかもしれないんですけど、本当に嬉しいです。ありがとう、ありがとう。待って、待って、一回消えちゃうからイエスと。ありがとう、かなでんちゃん、ありがとう。あっつん、まなみ、たっきー、プチライムさん、まさき、パホリン、ブルゴルド、エスくん、ゆうちゃん、よし、けいくん。え、これあれだよね、絶対消えちゃうよね、絶対消えちゃうよね多分。ありがとう、たくさんみんなの、ちょっと読めないかも。待って、じゃあタワーを読ませていただき、え、すごい、え、もうそんなありがとうございます。もうありがとう。あっつん、あっつん、すごい、あの鍵開け。あっつん、待って、前が短いね。あっつん、ありがとう、ありがとうございます。待って、これで、今日はちょっと文字は書けないので、これでありがとうとするね。待って、待って、合ってる？え、ショールームって反転しますっけ？あれ？あれ、ショールームって反転するっけ？あれ？逆。確かに昨日やったね、確かに。確かに昨日反転する。え、最初のだ合ってる？あれ、いや反転しないってことは、あゆみの画面から見て20になったらいいんだ。こう、こう、ありがとう、ありがとうございます。待ってね、あっつんね、あっつん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 、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます、本当にありがとう、ありがとうね。まさき、まさきプリターンズ、ありがとうございます、ありがとう、本当にありがとうね。今もこうやって来てくれてありがとうございます、嬉しい。けいくん、けいくんもありがとう、本当にありがとうございます。けいくんもありがとう、いつも会いに、いつも会いに来てくれて、グッズで会いに来てくれてありがとう、ありがとうございます。もう本当にたくさん刻みましたね。え、ヤッシーさん、ヤッシーありがとう、今日も会いに来てくれてありがとう。ヤッシーさんありがとうございます、出会ってくれてありがとう、本当にありがとうございます。ありがとう、嬉しい。箱ありがとうございます。待って、なんかもうさ、なんだかなんだか分かんないで、ありがとう。え、待って、全然分かんない。あ、こうかな。箱も会いに来てくれてありがとう。わ、わざわざタワーもプレゼントしてくれてありがとうございます、ありがとう、本当にありがとうございます。こう、え、ありがとうございます、嬉しい。皆さんもたくさん、え、ねえねえ、これさ、このさ、ケーキのやつってあった？今日限定？もしかして
え、昨日なかったよね、このケーキのやつ。昨日なかったよね、なかったよね。げんげん、げんげんありがとう。げんげんインスタ、インスタ2を右に持ってだって。ありがとうございます、ありがとう。そうか、げんげんインスタクマありがとうございます。ありがとう、げんげんもいつもずっとね前から応援してくれて、今もありがとう、ありがとうございます。ありがとう。待って待って、待って、え、わかんない。あゆみの知識過剰だったらなんか嫌だ。あゆみの知識過剰だったらわかんない。あの、待って、あゆみの、あの、勝手の、あの、知識過剰だったら本当に、あの、知識過剰だったら本当にすみません。え、あゆみ？え、あゆみ？え？え、ごめんね、本当に知識過剰だったら本当にごめんね。え、あゆみ？え、なんか同じ、え、待ってありがとう。え、わかんない、ありがとう。わかんない、まだあゆみじゃないかもしれない。え、でもあゆみ、え、激に、え、激にええ、待って、これタップでこう近くで見れ、あ、見れる。スイートシックスティーンの赤ドレス、え、え、嬉しいえー、ありがとうございます。ありがとう。え、わざわざ作ってくれたんですけど、だってね、精神、あの、信仰みたいな、なんていうの、あの、あれね、あの、申請とか大変だよね。え、ありがとうございます。ちょっと待って、でもタワーが、待って、待って、鎖骨しゃんからで合ってる？ちょっとあの、え、俺はってなったら、ちょっともう一回言ってね。ごめんね。鎖骨しゃん、あ、2つもありがとう。鎖骨ちゃんも会いに来てくれてありがとう。出てくれてありがとう。嬉しい。2つもありがとうございます。本当に。これからもよろしくね。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。マロッポも会いに来てくれて今日ありがとうね。お大事に喉、また声聞けるの楽しみにしてるね。ありがとう、本当に今年もありがとうありがとうございます。セナちゃん、セナちゃんありがとう。セナちゃんもありがとう。本当にたくさんね、いつも準備してくれて、加工したりしてくれてありがとう。本当にこれからもよろしくね、セナちゃんだね。セナちゃんありがとう。ごくごく本当にみんなのツイートすごい見てる。いや、待ってね。まなまなちゃん、まなまなちゃんもありがとう。会いに来てくれてありがとう。会えてよかった。まなまなちゃんもありがとう。これからもよろしくお願いします。ありがとうね、たくさん本当にありがとうございます。もう本当にありがとう。テサビさんも今日会いに来てくれてありがとう。走ってくれてありがとうございます。本当にありがとう。皆さんたくさんありがとうございます。本当にありがとう。追いつかないぐらい本当にありがとう。ごめんね、私がノロマンだから。もっちゃんも今日会いに来てくれてありがとう。ありがとう、もっちゃん。え、すごい、ダンがあいみダンありがとう。もっちゃんもありがとう。あ、シュウゴも出会ってくれてありがとう。本当にありがとう。ありがとうございます。あつしもありがとう。あつしありがとうございます。あつしちゃんといつもわかるからね、覚えてるからね。また会えるの楽しみにしてます。ありがとう、嬉しい。皆さんありがとうございます。本当におめでとう。ありがとう、ありがとう。なんかさ、前髪がさ短くってさ、なんかちょっと恥ずかしいんだけど、なんでちょっと抑えていい？前髪がなんかやばい。なんかさ、気分上がって前髪もあれかな、上がっちゃったのかな。すごい短いんだ
ありがとう本当に。ちょっと待って。すごい、え嬉しい、こういうアバター、嬉しい、わあすごい、ありがとう。え嬉しい、ありがとうございます、嬉しい。そう前髪も生きてるからね、連動しちゃうの。えこういう、ええ嬉しい、だって大変なのに。チュールちゃん、チュールちゃんありがとう。待ってね、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 チョロちゃん、チョロちゃんありがとう、ごめんね遅くなっちゃって。チョロちゃんもありがとう、今日会えて嬉しかったよ、ありがとうチョロちゃん、これからもよろしくお願いいたします、よろしくね。ありがとう、ごめんね名前書けなくって。あやめちゃん、あやめちゃんありがとう、あやめちゃんもタワー東京ありがとうございます。なんか東京、東京になっちゃった、東京タワーありがとう、あやめちゃんありがとう、メキティも、メキティちゃんもありがとう、うーんありがとうございます、メキティちゃんありがとう、鎖骨ちゃんありがとう、ありがとう、え鎖骨ちゃんいっぱいありがとう、さことちゃんありがとう、えいっぱいありがとう、ええありがとう、さことちゃんありがとう、本当に出会ってくれてありがとう。今日のパーカーも良かったよ、パーカー紺の青っぽいの。ありがとう、本当にありがとう、たくさんありがとう、見てくれてるだけで本当に嬉しいです、もう本当にありがとうございます、ありがとう。ワンタンもあり、ああじゃわた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 、ありがとう、わたわたさん、わたわたありがとうね、わたわたありがとう、これからもよろしくね、今までもありがとう、こちらこそ、こちらこそです、ありがとう。待ってなんかちょっとボーイッシュなのやだ、どうやったらボーイッシュじゃなくなる。えすごい、待ってもう小沢シティが。ありがとうございます、あーありがとう、嬉しい、本当にありがとうございます。今日はお話し会だったんですね、お話、そう当日にお話し会があって、本当に当日こう一人でさこう過ごすのはさちょっと寂しいから、寂しかったから、こうやって当日こうファンの皆さんとお会いさせていただける機会があったっていうのがすごく嬉しかったし、そうメンバーにも、全メンバーに会えてないけどメンバーにもちょこちょこ会えて、みんなもね言って、あのおめでとうって言ってくれたり、みんなあの日付変わった瞬間にピロン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 って連絡をくれて、本当に嬉しかった、本当に嬉しかった、本当に嬉しい、本当にみんな優しいよね、なんか会えて嬉しかった、安心するよねやっぱメンバーと会うとさ、だからとっても幸せだったな。なんかあゆみも今日すごくしいろんな幸せをいただいたから、あゆみもお返ししていきたいなって思うね、みんなね写真載せてくれて嬉しい、嬉しい、お誕生日おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、初めましてなのにありがとう。嬉しいよ本当に。お水、お水ありがとう、お水、お水ありがとう、ありがとうね、出てくれて、これからもよろしくね、これからもね末永くこの愛み、この愛みよろしくお願いします。ありがとういつも、ありがとうございます、本当にありがとう、わーすごい、こんなにケーキあって本当に嬉しい、すごい大都市、もう近未来ストーム、ありがとう、ありがとう、スタムーン、ありがとう、ありがとうございます。ケミライ、ありがとう、本当にわざわざありがとうございます。これからもね、もう私はすごいおふざけとか茶番しちゃうけど、それでよければ遊びに来てください。ありがとうございます。嬉しい。ゆりちゃん、ゆりちゃんも。ありがとう、今日も会いに来てくれて、準備もたくさん、ケーキとか準備してくれてありがとう、全部見たし
あの記憶もインプットされてる。ありがとう、ありがとう。そうだよ、そうだ、お誕生日おめでとうでした。ストムーン、今日はストムーンさんも同じお誕生日なの。おめでとう、ハッピーバースデースタムーン、ハッピーバースデースタムーン、ハッピーバースデーディアスタムーン、ハッピーバースデースタムーン、誕生日おめでとう。 21? 21、お互い最後まで楽しもうぜ。おめでとうございます。ありがとう、わざわざおめでとう。いいね、なんか本当にさ、お誕生日同じの方がさたくさんいて出会えてびっくりなんだよ。びっくりなの。そんなある、そんなことある。あと1日違いとか。おめでとうだって。わーすごい、平和なコメント欄ありがとうございます。ほんと嬉しい。4月9日ってさ多いのかな。え、どの誕生日が一番多いんですかね、この全、あ、全じゃない、日本で、日本だとしたらどこが一番多いんだろう、どの日付が多いんでしょうか。私には分かりませんね。びっくりだよ。ありがとうね、本当に。あのこう何、ショールームではまだ全然触れてなかったんですけど、この今日に向けてこう制作委員みたいな、こう制作のかあツイッターでねのやつがあって、それで毎日あのカウントダウン、毎日あいみのこの日まで今日は何とか、今日あいみと出会ったエピソードみたいな、こういう子ばみたいな、あいみと似てると思うところみたいな、こういうの一個ずつ、一日ずつこうビンゴじゃないけどそんな感じにこうしてくださって、一日一日みんながこう投稿してくださってて、で皆さんがその投稿してくださるから、すごい携帯のおすすめのところに小沢あいみってか出てきたりとか、そうして毎日見てたし、ハッシュタグでねこうハッシュタグを作ってくださったり、そうそう20日チャレンジみたいなしてくださったり、あとはあいみのクイズみたいな、イージーモードとかノーマルとか、あいみのついてのクイズを3段階でこうレベルをこう何作って、こう誰でもあいみのクイズできるよみたいなやつを作ってくださったり、こうなんだろう、自分ね、自分のことのようにこうなんだろう、というかもうあいみよりもすごい、なんか前々から楽しみにしてくださってというか、なんていうか、そうこう準備をしてくださって、 そうやって思ってくださってる方がいるっていう今のこの環境がすごく本当に幸せだし、本当にあいみもね一緒になってやってたクイズね、イージーとノーマルだっけはできたんだけど、さすがにハード一番最後のやつは分かんなすぎた。もうなんかほくろのなんかやつとか分からなすぎた。そう、あとはそう招待状みたいな感じでこうまた違った画像をねみんなでこうなんか書いて誰かに渡してみたいな、こう輪が広がっていく感じの企画を考えて、本当にいろんな企画を今日に向けて考えてくださってすごく嬉しかったですし、あのおめでとうっていう一言って本当にすごいパワーなので、おめでとうって言ってくださってたくさん皆さんが、それが本当に嬉しかった。本当に嬉しい、現在なう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 、嬉しかったじゃない、もうあの現在もなうで嬉しい、現在もなので、そうやってました。難しい、え、なんかねこう送信をしてないけど自分で頭の中でやってました。ケーキまだ食べてないんだ、今年を遅れてやろうと思って、だからお酒もまだ飲んでないんだ、そう一段落したらね飲もうと思って、それまではちょっと頑張ろうと思って、ででんでんででんででんでんででん、そうで本人でも間違えちゃうよ。ね、全然何飲むとかは決まってない。え、ドキドキ、みんな、あと皆さん飲めますか、飲めます飲めます年齢ですか、一緒に乾杯できちゃうね。でもそんなに飲みたい欲はないから別にそんな大丈夫なんだけど、
あ飲んでみたいみたいな思わないけど、日付変わった、日付変更してもらった瞬間に飲んでやるみたいな感じじゃないけど、そうでもまあせっかくだからね、いつかは、いつかはね。ヨワタン、ヨワタンありがとう、今日も今日もお話し会来てくれてありがとう。お誕生日会も、本人不在お誕生日会も一緒にやってくれてありがとう。これからもよろしくね、ずっと一緒だからね。ありがとう。えすごい、待って、近未来シティすぎてどうしよう、市長なんかあゆみ市長みたいになってる。モナカ、モナカちゃん、モナカちゃん、モナカちゃんありがとう、東京タワーモナカちゃんありがとう、ありがとう出会ってくれて、マークも、マークもつけてくれてありがとう、嬉しい。ランチャ、ランチャ、ランチャありがとう、また会おうね、また会えるように、あゆも頑張る、わあありがとう、また会えるように頑張るね、ありがとうランチャ。嬉しい、嬉しい、八割。わあありがとう、すごいいっぱいありがとうございます。サイサイ、サイサイありがとう、待ってね、あれ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 、合ってるね、サイサイありがとう、ありがとうございます、あーありがとう、たくさんありがとうございます。あ待って、ノロ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 でごめんね、ありがとう、本当にありがとう、待ってダメだ、どんどん前髪上がってくる、どうしようどうしよう、喜べば喜ぶほどどんどん前髪が上がってきちゃって、どうしようどうしようどうしよう、こっちは真剣にありがとう伝えてんのに前髪がさどんどん短くなることによってなんかふざけてる顔みたいになるのやだ。どうしようどうしようどうしよう、なんで前髪短いの。サイサイありがとうね、会いに来てくれてありがとう、今日も嬉しかった顔見れて、ありがとう。ゆずみんぱちゃんありがとう、応援してるよ、ずっとずっと応援してるからね、ありがとうね。白い水星さんありがとう、ありがとうございます、白い水星さんありがとう、嬉しい、本当にすごいシティだ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。おー、ゴーキー、ゴーキーありがとう、いつもうちわもありがとう、いつもすごい見えるよ、うちわも、また台湾とかライブで会いに来てください、ありがとう、ありがとうございます。うめちゃん、うめちゃん、うめちゃん、トリプル、トリプル、うめちゃん、うめちゃんありがとう、うめちゃん、あ待って声枯れてきた。いや本当に配信終わる頃にはお前寄りになっちゃうかもしれない。うめちゃんありがとう、今日もね忙しいのに会いに来てくれて、お寿司もありがとう、美味しかった。美味しかったよ、本当にありがとう、これからもよろしくね、楽しんでいこうね、これからの人生一緒に楽しもうね、楽しんでくれるかな。ありがとう、たくさんありがとう、トリプルありがとうございます。もっちゃん、もっちゃん、もういっぱいありがとう、もっちゃん、もっちゃん、もっちゃんのね、もっちゃん、もっちゃんのね、もっちゃん、もっちゃんありがとう、ありがとう、嬉しい、今日もね本当にありがとうね、本当にありがとう、たくさんなんか思ってくれて準備してくれてありがとう、本当にビシバシ伝わっておりますし、私も返してい行きたいと思っております、ありがとう、出会ってくれて本当にありがとう。グーパンチありがとう、ありがとう、白い水星さんもまたまたありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね、おい、ありがとうございます、ビシバシありがとう、みんなさんありがとうございます、わすごい、ほんとほんとにスイート16のさ、待ってほんとにやだこれ。これやだよ、どうしたらいいの、楽しんじゃってエブリバディ、今日はまたくもう20歳ですが、20歳ですが。ねっ、リア充初の20歳ってジュリーが、ジュリー、うん、ジュリーがツイートで言ってて、はぁーってなりました。キャッキャッ、私らしく頑張りたいと思います。ね、待って声枯れちゃう、嬉しくって。ジムリーダー、え、ね、もうどなんか振り返、なんかもう本当に
なんか語り始めたら一生語ってしまいそう。そう、どっから話したらいいんだろう。え、こういう時ってどっから話すんだろう。こういう時ってな何から話すかな。こういう時ってね、本当にアバターもまた戻っちゃうけど、ありがとう、嬉しい。これ歩みも欲しいな。え、すごい。だってさ、アバターを作るのってすごく大変じゃないですか。歩みはこう実際自分で作ったことはないんだけど、こう、まあ、デザインもそうだけど、こうさ、ショールームさんにこう送んなきゃいけないでしょ、こういうのって多分。すごい。ガラスの靴もあるじゃん。星とハートとガラスの靴とティアラ、笑ってる。こうやってやってる。わあ、嬉しい嬉しい。あれも欲しい。どうしたらいいの？あれも欲しいんだよ。どうしたらいいの？初めて、二十歳になって初めての〇〇？何やったかな？二十歳になって？二十歳になって初めてやったこと？何やったんだろう？なんかゴロゴロしてて、いやでももうなるからとりあえず座っとこうと思って、ママとリビングで座ってました。ママとリビングで座ってました。そうで、あのメンバーがさ、ぴったりに送ってくれて、あの連絡をね、それにジーンとしたり、皆さんがあの日付変わった瞬間にあのたくさんねツイートをしてくれたり、あの画像を作ってくださったり、動画を作ってくださったり、メッセージをしてくださったり、すごい嬉しくって、ずっと携帯見てた。ダメだね、ここでも携帯マンなんだよ。そうだから初めてしたことはママとリビングで座るでした。そう、座ってましたね。本当に本当に嬉しいよ。すごい、ピカピカチュウ、ピカピカ。そうそうそう、レイジにツイートしてくれてた。嬉しい。あ、レイジツイートしたことなくってさ。そう、アニメメイトありがとう。ありがとうございます、嬉しいよ本当に。どっから話したらいいんだろう。どっから話したらいいんだ。どこから話したらいいんだ。もう、まずは本当にありがとうございます。こう、私が今メンバーとかもすごいねいてくれてありがとうとか、そんな言葉をたくさん言ってくれて、もう本当にそんなことないし、もうまだ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 なんだけど、そうやって言ってくれるメンバーがいて、このニアジョイのこのメンバーだったから今すごい楽しくさせていただけてるし、みんながすごい優しいから、あったかいから、こうやって今素も出せるようになったし、だってさ、もしさ違う方だったらね、出会ったのがまだ猫かぶりのあゆみだったかもしれない。全然あるよ、だって全然あるよ、まだあゆみが猫かぶりって全然あるけど、今すごいねいい意味でリラックスしてこう過ごせてるから、それはみんなの温かさがあってこそだなってすごく思うし、あと何だから、こう そういう雰囲気、そういう環境を、そういうの空気感をすごい作ってくれたから、でそれですごい救われたし、頑張ろうってすごく思ってるから、私もこれからこうニアジョイ人生というか、ニアジョイでね、多分これからいろんな経験をしていくと思うけど、たくさん歩みができることは何でもしたいし、できないこともどうにかこうにか取り組みたいと思うし、本当にね頼ってもらえるように頑張りたいってすごく思う。ニアジョイで
すごい夢を叶えたいなってすごく今思っています。みんな一人一人すごく大切で、そうだから本当にこの出会いに関してだし、その出会いっていうのもメンバーだけじゃなくって、こう私が加入させていただいて、もちろんまだ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 だし、こうまだね、皆さんに認めていただけるようにこれからも努力し続けないといけないし、感謝の気持ちももちろん忘れてはいけない、誰よりも感謝して活動していかないといけない、いけないというか活動していきたいってすごく思っているんだけど、それはそれもそうだし、だけど今こうやって現状でこうなんだろう、初めはね、認めてもらわないとっていう一心でそれしかなんか考えられなくって、とにかくもうとにかくね、自分の頑張りでこう何こうメンバーとして認めていただけるようにっていうのをすごく思っていたので、まだまだだけど今もまだまだだけど今こうやってこう当日でお祝いしてくださる方がいてくださって、こう日曜のね祝日の7時台っていうこのなんかゴールデンなこのね、みんなねいろいろやることあるような時間帯にこうやって皆さんが会いに来てくださって、こう一緒にね一緒の時間を過ごしてくださる方がいるっていうのはすごく嬉しいですし、もともと応援してくださっていた方はやっぱり新しい環境になるってなって、やっぱりこうドキドキとかいろいろそわそわっていう気持ちはもちろんあったけど、まあ、一人じゃないからって思えたからすごい頑張ろうってなったし、宮城になって出会ってくださった方、まあ本当にこうこれからね、こうニヤジョになってこれからどうしていこうって、どうやってなんか活動していこうみたいな思ってる時に、こうライブでこう見て気になりましたってこう言ってくださったり、自分初ステージがねイコノイジョイ2022だったので、そのステージでちょっと気になりましたとかありがたいことにねこう言ってくださったり、それきっかけで会いに来てくださったり、いろんなきっかけでねこうしてくださったり、もともとニアジョイを応援していた方もなんか今は愛ちゃんってこう呼んでくれて、こうなんだ一緒にこうお話ししてくれるのが本当に嬉しいです。まだまだ未熟者だけど、なんだろう、こう受け入れてくださって、なんて言ったらいいんだろう、こうまだまだなんですけど、本当にまだまだだし、まだまだなんだけど、こうやってあったかくこう接してくれて仲良くしてくれてすごく嬉しい、本当に嬉しいです。本当に嬉しい。だから本当に全ての皆さんに感謝していますし、こう出会ったきっかけとか出会った時間とか場所とかはこうそれぞれ応援のね応援してくださる方法とかは人それぞれですし、それぞれでも本当にお一人一人の存在がもうなんだろう、私は本当に大切に思っております思っております。はい、そして本当にもうねこれからのニアジョイ人生、もう出せる全てを出して皆さんに恩返しをしていけるように一生懸命活動していきたいなと思います。そして本当にねアイドルが大好きなので、こうやってアイドル活動をまたさせていただける場を与えてくださった指原さんにもすごく感謝でいっぱいです。もちろんこの普段ね支えてくださるスタッフの皆様とかマネージャーさんとか、あとはこう単独公演をね特別公演を初めてさせていただいた時も、こう一つのライブ一つの公演をするってことはそれだけこう表には見えなくてもこう裏とかでも本当にたくさんの大人の方々が私たちのために動いてくださって、こう前々から準備してくださって、こう後ろにニアリーイコールジョイっていうこうキラキラがステージにあったのもそれも一個ずつ準備していただいて、音響さんだったりこう照明さんだったりこの曲のここでこうやってとかも全部たくさんの方が動いてくださっての
やっとさせていただける公演なので、それをまだデビュー前からこうさせていただけて、追加もさせていただけてっていう、このねありがたい環境、音楽番組さんだってそうですし、対バンもすごい出させて、毎月のように対バンを出させていただけていて、本当に幸せです。もうライブがすごく大好きなので、こうやって定期的にライブでステージに立たせていただいて、やっぱ今は今にやじえはもうどん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 こう経験を積んでいくしかないと思っているので、こう積ませていただける機会をくださる皆様、運営の皆様にも本当に感謝でいっぱいです。本当にもう感謝でいっぱいですって言いすぎて、もう本当にもうどんだけだよって思うかもしれないんですけど、本当に感謝しています。私がこうやって加入できたのも、もうたくさんのね方々が動いてくださって、いろんな調節をね、こうスケジュールだったりとかいろんなことを調節してくださって、こう実現したことなので、本当にもう人一倍努力して精一杯していかないとなと思います。だけどやっぱりなんかしなきゃしなきゃって思いすぎて、すごいこうかしこまっちゃう、なんて言うんだろう、なんか去年とかはね、去年の一時期とかはなんか自分が分からなくなっちゃった時期があって、なんかあれ自分ってどうして、なんか完璧に全部こなさなきゃっていう頭しかなくなっちゃって、私は全部完璧にしてやらないといけないんだみたいな、だから他の誰かになろうとしちゃっているなんか自分がいた時期があって、だけど今年は二十歳になって、自分らしさも忘れず、一生懸命あいみにできることはきっとあるっていうのを信じて、私にできることを探して、このグループニアジョイというグループに貢献してけたらなって、はい、思っております。ありがとう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 ございます待ってちょっと待って聞いてないかな、消えてないかな、待って、ありがとうございます。あきららさんありがとう、あきららさんとはありがとう、あえすごいなんかいっぱい、えありがとういっぱいありがとう、フラスタもパフェもありがとう、あきららさん嬉しい、あきららさんもねこうやって出会ってくれて、お話しか来てくれてありがとうありがとうね、嬉しい、サコズちゃんありがとう、サコズちゃんもありがとう、いっぱい本当にありがとう、いっぱい食べるねケーキケーキいっぱい食べるね、ありがとう本当にありがとうございます、ありがとう、白い水星さんもまたまた東京タワーありがとう、本当にありがとうありがとうございます、え合ってるよね、私合ってるね、サイもありがとう、サイサイさんもたくさんありがとう、ケーキありがとう、ケーキたくさんありがとうございます、もう本当にありがとうございます、ありがとうね、ちゃーん、あありがとう、ゲンゲンもフラスターありがとう、たくさんありがとうございます、フラワースタンドありがとう、ゲンゲンまたまたありがとうね、嬉しい、アイちゃんはアイちゃんでいいの、嬉しい、そうアイちゃんって呼ばれるのもこうニアジョイになってから初めてだったので、なんかこう初めはねアイちゃんっていうのも慣れなかったけど、今はすごくアイちゃんって言われるのがすごく嬉しいです、もうなんて呼ばれるのも嬉しいけどね、とっても嬉しいですよありがとう本当に、お誕生日おめでとう、ありがとうそう本当にね、アイドルさせていただけているのが本当に幸せです、一番の幸せですね、今アイドルしてなかったら多分本当に持て余してたというか、こうね、やっぱりずっと永遠の憧れなので夢ですし、だからこうやってニアリーイコールジョイという素敵すぎるグループで、素敵すぎる恵まれた環境で
仲間にも恵まれ、で温かい皆さんにも出会うことができて、本当に幸せ者すぎるので、ちょっと怖いぐらいに幸せ者なので、精一杯あの比率、その幸せ度、あゆみの幸せ度と比率ちゃんと比例するように、あの頑張っていきたいと思いますね、ありがとう、ありがとうございます。もうたくさんおめでとうって言ってくださってありがとう、嬉しいよ。ミッドナイトパーティー、ミッドナイトパーティーさんありがとう。フラスターね、フラスターかわいいね。クバ、え、なんかあゆみこのフラスター初めて見るかも今日。そんなことない。ミッドナイトパーティーさんありがとう。もうね、いっぱい昔からありがとうございます。いっぱい会いに来てくれて、これからもよろしくね、よろしくま。レイミちゃんも、レイミちゃんもタワー、東京タワーありがとう、ありがとう、今日もありがとうね、会いに来てくれてありがとう待って、足しびれちゃった、足しびれちゃった、え、私足しびれちゃったね、え、ね、本当にごめんね、これ気になるよね、気になるよね、でもね映っちゃうんですよ。そうだ、今日イースターじゃん、今日ハッピーイースターだよ、ハッピーイースター、はーい、ハッピーイースターですよ。4月9日なんだって、イースター。今年はね、今年はだよ、毎年毎年違うんです、毎年違くって、日付が今日なんだって、ちょうど、イエーイ、おめでとう。確かにイースターって何の日だろう、お誕生日、あ、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい、お久しぶり、お久しぶり、ありがとう、嬉しい。なんだろうね、イースター、イースターは卵、あ、でもさ、動物の森で、また動物の森の話、動物の森でイースターのイベントがあるんだけど、卵探しみたいな、あのウサギがいて卵を探してくれみたいな言われるんだよね。見て、さっきさ折っちゃったのこれ、でもあんまりわかんない画面だとそう、なんかね、卵探しゲームみたいな、卵探しゲームだった気がする、卵隠して発見させる感じ、え、そうそうそう、多分ね、待って、シェアしてないじゃん、シェアしてないじゃんなんてこった、なんてこった、シェアしてないじゃん、シェアしてない、え、今からじゃ遅い、なんてこったもう44分も経っちゃったよ、なんてこったなんで、いつもさテロップとシェアでセットじゃん、私私いつもセットで、シェアセットでしてるじゃん、してるじゃんね、お仕事場からおうち、あー、お疲れ様、お仕事お疲れ、ありがとう。復活祭？何の復活祭？イースターは。ね。なんてこった。ちょっとシェアしてみるね。本当にすみません。45分遅れのシェア。申し訳。あ、やばい、すごい足しびれてる。うわ。足しびれてるよ。だけど正座をしないとちょうどいい高さならないんだよね。くっ、ちょっとじゃあ違う座り方しよう。キリちゃん、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 いや、そうなの、足がツンツンに痛い、ツンツンに痛い、ツンツンに痛い、お話し会正座してる派です。え、しびれない、しびれびれにならないの、しびれびれにならないの、あゆみさすぐなっちゃうんだよね。え、じゃあ待って、これだとなんかちょっとなんかちょっとなんかね、なんかちょっと上みたいな、嫌だよね、なんかこの子ちょっと上だなって気になるでしょわ、嬉しい、あゆみシティだ、みんな
おはよう、アイミシティだよ。ね、そうイースターまさかの、そう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 、今日イースターなんだって。びっくりだよ、びっくりじゃない？4月9日インスタ。え、そう、本当にね、ケーキも、ケーキ用意してくれてありがとうね。そう、ケーキ用意してくださってる方もいて、そう、本当にみんな、みんな本当に素敵なデザインのケーキで本当に嬉しかった。もうありがとう。もう今日何個ケーキを食べたかっていう感じです。本当に本当にありがとう、素敵なケーキ。だって、だってさ、人生ね、人生こう普通に生きてたら、こうそもそも、まあ、親友とか家族、まあ、家族もそうだけど、親友とかはさ、それあるけど、こう自分のことのよ、自分のことをね、あ、その子のこと自分のことのように喜んでくださるってさ、当たり前のことじゃないじゃん。お前も言ったけど、こうなんだろう、あゆみがなんか、なんとかしました、なんとかできましたって言ったら、すごい一緒に喜んでくれて、喜んでくれたり、なんか一緒に、なんだろう、まあ、まだまだこれからいろんなことが、もしかしたらね、こう壁にね、もう人生長いですから、壁にぶつかって悔しい経験もあるかもしれないしね、そういうのもあると思うけど、こういう、そういう時もこう一緒になって、一緒の気持ちで、あの、まっすぐに、なんだろう、向き合っていてくれて、で今日みたいにお誕生日も自分のことじゃないのに、自分のことのように前々から準備してくれたり、あと何日後でお誕生日だっていう一瞬でもこう、あゆみその頭にこうよぎらせてくれたりとかね、そんな人のために、人のために行動するってすごく当たり前じゃないし難しいことだと思うのに、人のために行動してくださる方がたくさんいて、私のために動いてくださって、きっと今日も、あ、たくさんありがとう、ありがとうね、たくさんありがとう。今日もさ、こう、なんだろう、なんかリプとかでも、あゆみの喜んでもらえると思うとか、喜んでもらえる、何、笑顔見れるように準備するねみたいな言ってくださって、いや、こっちがなの、もうアイドルがね、アイドル側がそうなんですよ、本当はね、アイドル側が、もうアイドルさせていただいてるんですけど、こ、私たちが、私がこうパワーとか笑顔を届けたいし、届ける側なのね。だからよくね、こうツイッターとかでも、こうライブとかのツイッターとかすると、応援よろしくお願いしますとか、応援してねみたいな、こう使っちゃうけど、でもこう私たちがこう皆さんの、本当はね、背中を押すというか、皆さんの応援をする側。私はちっちゃい頃にテレビで、あのアイドルさん48さんを見て、すごい背中を押されて、勇気をもらって、応援された気がして、すごいアイドルになりたいなって、すごい頑張りたいなってすごく思ったので、私たちがそういう気持ちをお届ける側なんだけど、なんだけど、みんなもすごい私たちに、私にあのいっぱいパワーをくれて、あゆみがこうよく笑ってるねって言ってもらえるんですけど、それは本当に皆さんがすごい優しいし、こうあゆみが多分こう笑ってくれるんだろうなっていうのを想像して、多分こうたくさん準備してくださったり、その気持ちが嬉しいし、本当にウィンウィンですね、本当に。そうだから、そう、私たちがパワーを届ける側でいつまでもあり続けたいけど、皆さんが応援してくれ、皆さんもすごい応援してくれる、なんていうの、伝わるかな皆さんがすごい応援してくる、誰々ちゃん応援してるよとか、ライブ頑張ってねとか、そう、私たちが皆さんのこう日常生活の少しでも幸せとか頑張る源、原動力になりたいのね。だけどこうやって応援してくれて、だからそのパワーが
もう糧になって力となり汗となり水なりもう血となり肉となりパワーとなり何でもできちゃうんですね。本当に何でもできちゃう。だからこう好きなことだからって多いね。なんかだからマンだ、だからマンだ、そうだから禁止するねこれからだから禁止にするね絶対無理だけど、あだってもうだからって言いたいもん。そうだからだから何あ待って、分かんなくなっちゃった、分かんなくなっちゃったって。だからもうだから分かんなくなっちゃったってあだからって結構使っちゃうんだね日常生活って。なんか気にしてなかったけど、今まで気にしてなかったけどさ、一回気にするとさあ自分ってだからマンなんだと思うね。そう本当に本当にこう今回のねソニアジョイのね新曲今日も君の夢を見たんだでもありますが、原動力ってすごくあるけど、本当に私は私たちはこう皆さんがいてくださって、皆さんが原動力、本当にね本当にもう本当に皆さんが原動力で、こうオンラインお話し会とかでも顔を見てこう笑ってくれてたり、こうやっぱりこう皆さんの笑顔がすごく見たいなって思うし、皆さんに笑ってもらえるように笑顔を届けたいし、笑なんか皆さんが笑ってたらこう私もすごく幸せだし、もしね全然嫌なことないですよ、毎日元気ですよ、毎日幸せだけど、もし嫌なことがあったとしても皆さんがこう笑ってて皆さんがいてくれるだけで、なんかあー今度仲間になっちゃいそう本当にね幸せだし、だからあいやお、だからお言うね、だからね、私にとって皆さんが原動力なの、なの、皆さんが原動力なの。だからこう皆さんにとってもこう日常生活、皆さん毎日お仕事とか学校だったりバイトだったり塾だったり、あと家事、お母さん、お子さんがいながら応援してくれるよしてるよっていう方もねいらっしゃって、家事だったりとか、家事もさこうお皿洗いとか洗濯物とかお風呂洗いとかお料理作るとかすごく大変なことだと思うし、こう私はねこうお母さんになったことがないからこう全てを分かってるようにはこうできないけど、自分もお家でこうお皿洗ったりとかして、それだけで大変だから本当にもっと大変だと思うし、お仕事もね、私もこうバイトっていうのをしたことがないから、こうなんだろう、偉そうにじゃないけどバイト大変だよねとかそんなこうね分かってあげられない身なのでこう言えないけど、でも絶対に大変だっていうのはすごく感じる分かるので、皆さんもああ今日うまくいかなかったなって、バイトとかうまくいかなかったなってこういう時もあると思うんですけど、そういう時にニアリーイコールジョイとかこう私たちを見てこう原動力、あもう曲聴いてなんか元気出たからもうちょっと頑張ってみようとか、もう何年も頑張ろうじゃなくてこうあともうちょっと明日もう一日頑張ってみようとか、ほんの少しの活力でもこうプラスのパワーをに変えられていたらすごく嬉しいなと思うので、これからもお互いウィンウィンな関係でさせてもらえたらなってすごく思っております。喋るの下手っぴマン、伝わってるマンかなありがとう、あっつんあっつんありがとう、たくさんありがとう、ケーキいっぱいありがとう、本当にたらふく食べるね、たらふく食べるね、あっつんもありがとう、元気体調ありがとうね、いろいろ準備してくれて本当に毎年ありがとう、またオンライン来て伝えさせてください、ありがとう、あやーよちゃんありがとう、あやーよちゃんわーいおめでとう、あやーよちゃんもねおそろっちだよ、
あやゆちゃんもおそろっちマンなんですよ、お誕生日が。あやゆちゃん来てくれてありがとう、嬉しい。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーあやゆー、ハッピーバースデーディアあやゆちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。あやゆちゃんも今日お誕生日、おめでとう、おめでとうございますね。嬉しい本当に。え、こんなにさお誕生日一緒のことある？ある？嬉しい。今日はケーキ食べれましたか？本当にね、前々からこの日を楽しみにしてくれててさ、あゆみも楽しみにしてたよ。あ、いえ、ありがとう、一緒の日に生まれてくれてありがとう、嬉しい、おめでとう、嬉しいな。泣きそう。あ、もうさっきよかった。たらこ食べてくれ、たらこ。もうウィンウィンよ。嬉しい。なんかさ、あのちっちゃい文字使うの大好きで、まゆみ。ちっちゃい文字使うのすごい大好きで、ちっちゃい文字使う癖あるでしょ。だからあゆみもちっちゃい文字使うと、あ、なんかまねっこみたいと思う。誕生日おめでとう。わあ、ありがとうございます、嬉しい。にじほうさん、ほんとゆうかね、ぴったりにくれてよ、連絡ぴったりにくれたの、嬉しい。抹茶食べに行こうね、ゆうかさん、抹茶食べに行こうね。ありがとう、いつもたくさんありがとう。みんなそう、アリスもぴったり、みつきもぴったりだった。あとねあれ多分みんなぴったりだった。本当にみんなさ、すごいね、あのみんなめっちゃ0時台に送ってくれてさ、びっくりしちゃった。みんな送ってくれたよ、嬉しい、ありがとう、みんなありがとう。みんな深夜なのに、みんな眠いだろうに。タグってなんだろう、タグつけてくれた、タグ、ニコもね連絡くれたよ。え、そうそうそう、本当に嬉しいよ、優しいよね、本当に本当に優しい。嬉しいな、連絡くれて、みんな忙しいのに本当にありがとう、本当にありがとう。あ、ハッシュタグのタグか、ハッシュタグのタグか、そうそう、ジョイラジもね来ましたよ、ジョイラジ8日ね、ジョイラジだったので、リコたちが、ジョイラジいいですよね、嬉しい。お酒飲み放題怖いよ、まだ飲んでないですよ。ね、みんなさ、すごいなんかいっぱい文章送ってくれてさ、そう、あゆみも文章、あの長文返しマンだからさ、すごい 重くなっちゃったかもしれないけど、みんなね連絡くれて、なんか本当に嬉しい。連絡くれる人がいるってめちゃめちゃ嬉しいですよね。いつ飲むんだろう、まだ飲まないけど、十何日とかに飲むかな、わかんないけど、まだ飲まない。今お酒デビューしたって、おめでとう、そうだよ、ありがとうね。ねえねえ待って、今日さ、なんか興奮しすぎてさ、生で言えなかったよね、ごめんね、本当にお誕生日おめでとうだよ、本当にね、ごめんね、私今日言えなかったよね、待っててくれたよね、絶対、ね、絶対待っててくれたよね、お誕生日おめでとうの言葉を。ね、ごめんね、なんかあゆみさ、会えたことが嬉しくってさ、あのなんかテンション舞い上がって全然言えてなかったよ。ねえ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 、ごめんよ、ねごめんね、深夜もお誕生日なの。同じなの。ハッピーバースデー深夜、ハッピーバースデー深夜、ハッピーバースデーディア深夜、ハッピーバースデー深夜、おめでとう。ごめんね、お話し会に来てくれたのに、おめでとうって盛大にお祝いできなくて。ありがとう、おめでとう、深夜くんおめでとう、おめでとう、わあ、ありがとう、
おめでとう。お酒どう？お酒の味はどうですか？私より先に。おめでとう。いっぱい、ね、素敵なコメント欄嬉しいよ。ね、ほんとびっくり。え、本当にびっくり。しかもそう、同い年だから本当にもう全く一緒に、もう同時にもうおぎゃおぎゃですよ同時におぎゃおぎゃですよ。びっくりよあー、こんなに幸せでいいのかね。いいんですよね、その分頑張ればいいんですよ。その分頑張れば。同時おぎゃしんどい。おぎゃ、同時おぎゃだよ。おぎゃおぎゃ、おぎゃおぎゃ、同時おぎゃでしょ。みんなで確かに乾杯できたよ。じゃあエアードリンクで、皆さん右手を前に、いや左手、左利きの方は左利きで、右手の方は右利きで、私もじゃあなんか落ちたハートで、皆さんでは今日も一日お疲れ様でした。皆さん今日もね、一日お疲れ様です。まだお仕事残ってるって方もいらっしゃるかと思いますが、応援しております。応援しかできないけど、応援を精一杯します。ポポコ誕生日おめでとうだって、ありがとう。一緒に撮ろうじゃん。おめでとうそうそう、嬉しいもね、本当に嬉しい。では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 、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。みんなより低く、みんなより低く乾杯みんなより低く乾杯。乾杯、チアーズチアーズチアーズ、乾杯乾杯。お疲れ様、お疲れ様です。今日も一日お疲れ様ですもうポポッコにしか見えない。かわちいね、かわいい。今頑張って育成してるよ、ポポッコ。ディャン、あゆみちゃんより低く足元で、え、足元はもうかなわないよ。あゆみもう潜んなきゃいけないもん。そんなあゆみ潜って書い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 て乾杯しなきゃいけない。負けました。って似てきたよね、本当に。やばい、待って、もう頭からは、あの花が入ってくるかもしれない。花かっぱじゃん。待って、ありがとう、いっぱいありがとう。待って、タラピー、タラピーさん久しぶりですよ。ありがとう。待ってたくさんありがとう、タナピーさんありがとう、ありがとう、タナピーさん、ありがとう。本当にでも、あの前なんかいっぱいね、たくさん応援してくれてありがとう。でもね、最近会えてなかったから、あの元気にしてるかなって思ってました元気にしてるかなって、他のねルームで見かけた時に、あ、そういえば元気にしてるかなってすごいね思ってたよ、本当に嘘なしに。だから嬉しい、今日会えて嬉しい。しかもありがとう、会えるだけで嬉しいのに、わざわざこんなにたくさん、こんなにたくさんのプレゼント、ありがとう。タナピーさん、ありがとう。まあ、じゅうじゅうありがとう、いやありがとう。タナピーさん、いっぱいいっぱい、今年もねありがとう、本当に出会ってくれてありがとう。またね、オンラインとかはなれないかもしれないけど、また会える日を楽しみにしてます。いつもありがとう。これからも末永くよろしくお願いします。ありがとうタラビーさん、ありがとう、たくさんありがとうございます。ありがとう、嬉しい。もうどん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 しびれびれになってきた。嬉しいよ。待って、なんか待って、言いたいことありすぎて、待って、あと何話してない、待って、なんかな、何を話、どうしよう、何を、どうしよう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 、のんびりしてたら終わっちゃうよね。あと話してないこと、あと話してないこと、
でも本当にもう、ね、幸せしかない。あ、そうですね、確かに豊富、豊富、豊富だね。豊富言ってない。豊富か、二十歳の豊富か。うーん、二十歳の抱負というか、まあ、ニア充の今年の抱負になっちゃうかもだけど、この前も言ったけど、やっぱりこうニア充今年は本当に勝負の年というか、どれだけ自分たちの力でこう成長していけるか、成長をこうどんどん自分たちをこうぐんぐんね伸ばせていけるかだなって、まあ、私もそうですし思っているので、こう去年はやっぱりあの運営の皆様だったり、もう偉大なる先輩方のお力をお借りしてのおかげで、こう貴重なね、普通だったらデビュー前に立てないようなステージ経験をたくさんさせていただけて、本当にこう他のアイドルさんが何年もかけてやるようなことをギュッと短期間でたくさん経験させていただいたので、本当に貴重な経験でしたし、なんだろう、こう今年はこう自分たちの力で、自分たちの力で、やっぱこの間の配信も言ったけど、自分何実力で道を切り開いていかないとなって思いますね。こうライブとかも、こうなんだろう、ニア10位に出てもらいたいって思ってもらえるように、対バンとかもね、ニア10位はニア10位は盛り上がるから出てもらいたいねって外部の方からも思ってもらえるようなグループになりたいし、そうですね、この間も武器ってこの間配信で言ってたけど、こうもちろん全力に向かうがむしゃらの気持ちも忘れずに、またそれにプラスアルファで新たな魅力というか、みんなすんごい魅力なんだけどね、すんごい魅力的なんだけど、あゆみももっと自分でね、自分個人としてこう見つけていかないといけないなと思うし、こう武器ニア充らしさっていうのをもっと明確にはっきりと出していけるようになりたいなって思います。うん、そしてメンバーといっぱいお出かけして思い出作りたいなって思います。いっぱい思い出作りたいな。そしてまだね、こうもし悩み事があったりとかあったとして、こう少しでもね、こうさりげなくでも気づいてあげられるように、少しでもこうそばに仲間なので、そういう時にそばにいてあげられる人になりたいなって思います。で、皆さんにとっては応援していてよかったって、ありきたりな言葉になってしまうかもしれないんですけど、でも本当にたくさんのこの世の中、この世界、たくさんのアイドルさん、素敵なアイドルさんがいる中で、こうやって見つけてくださって応援してくださっている皆さんに出会えたことが奇跡ですので、そんな皆さんをこれから先のこのニアジョイ人生の中でも本当に大切にしていきたいし、一番に嬉しい報告とかも一番に伝えたいなって、そんな存在ですよ、です頑張ります。そう、なんか少しでもね、頑張ろうって思ってもらえたら、私はそれが本望です、本能ですゆうか自分から誘えない、そうだよね、あやも自分から誘えないタイプだから、誘うね、じゃあ誘うね。でもね、最近お互い一緒に行こうねって言って一緒に言うようになったかも。本望です、本望待って、本望ですあー、もう私さ、本望って何回も言ってんのに、なんか本当にいつも2択で外す、今回は3択でしたね、3択で外す、やんなっちゃう、本望です
本当本望ですありがとう、これからもよろしくね。よろしくね、何に対してよろしくねって言ってるか分かんないけどうん、本当にくるみちゃん、くまありがとう、インスタくまちゃんありがとう、くるみちゃん、くるみちゃんもありがとう、嬉しい、ありがとうね、ありがとうございますまた賢くなる、そう、あと賢くなる、賢くなる、今年の抱負、賢くなる、みんな賢いので、ニヤジョイちゃん賢くって、なんか最近なんか本当に呆れられそうで心配なので、あの頑張りたいと思います。一瞬お水飲むね、よいしょ、はい、よいしょ、わあねね、待って、言いたいことありすぎて、でも本当にね、もう本当にありがとうの気持ち、本当に本当に私が今こうニアリーイコールジョイとしてこうここに存在していられる、ここでいられるし、こうやって当たり前のようにこう配信させてもらっていますが、当たり前のように配信させてもらっていますが、こうやってこうショールームで配信できるっていうのも当たり前じゃないので、そう、当たり前じゃない、だ全部当たり前じゃない、もう何もかも、もう何もかもが奇跡なの、何も全部そう考えたら全部奇跡なので、で私がこうやってね、こうやって活動できてるのも本当にもう数えきれないほどのたくさんの方のお力のおかげなので、本当にこう形になるお礼をね、形になるまではこう時間がかかるかもしれない、結果がすごい結果を出すっていうか、まあそれがどんな結果なのかも私は分からないけど、何結果が出るのはね、時間がかかるのかもしれないけど、どれだけかかっても一生懸命アイドル、アイドルという存在とアイドルと真剣に向き合って、向き合って、これから二十歳もこうその先も過ごしていきたいなと思いますね、本当に感謝ね、ね、そう、指原さんにも本当に感謝という言葉じゃもう足らなすぎるほどなので、あのいつかライブでこうまだまだね、こう歌で感動させられるようなその実力はまだないし未熟者だけど、いつかはこう見てくださってるお客さんもそうですし、こういつか指原さんにこうライブを見ていただけた日、こう見ていただけたとして、その時にこうあの時なんだろう、難しいけど言葉がこうなんていうの、難しいけどこう加入させてよかったというか、こうね、よかったって思ってもらえるようにもうしっかりと恩返ししたいので、やっぱり一番の恩返しはこうステージ上でそう素敵なパフォーマンスをすること、素敵なパフォーマンスを届けて見てくださっているお客さんも全ての方にこう幸せになってもらって持ってもらうこと、そんなパフォーマンスができる一人前のアイドルになることが恩返しだと思っているので、あの精一杯そんなアイドルに近づけるように頑張っていきたいと思います。そして本当にね、素敵な楽曲をたくさんいただいて、もうさ、デビューもまだなのにさ、対バンもさ、こう自分たちだけの楽曲で対バンできるレベルじゃないですか、本当にありがたいですよね、ね、本当に楽しみだな、次またライブできるのも楽しみです、とっても今年の目標はニアジのライブ行くことです、楽しみ楽しみ、あゆも会いに行けるように頑張る、そう、みんなもメンバーも言ってるけどさ、
こういろんなね地方の方から応援してくださっている方にも会いに行けるように頑張りたいな。ね、本当に。そうそう、9時ぐらいまでかな。あれ、あゆみ8時から、あ違う7時から始めたよね。7時から始めましたので9時ぐらいかな。待って、喉越し良すぎて、待って喉越し良すぎて ASMR になっちゃうんだけど、静かに飲みたいのに。待って喉越しすごすぎるんだけど。なんでなんでこんなに喉越しがいいの。え、待って喉越し。めっちゃ喉越し。水なんだけど、水なんだけど。生じゃない、違う、お水、お水だよ。確かにミュートがあんのに、バカチンだ。飲んでないよまだ。ビールだって。ここでビール飲んでたらすごいね、一丁前すぎない、肝座りすぎてるでしょ。もうみんなにさ、ありがとうとか言いながら平気でここでさ飲んでたら、もう肝座りすぎてて私もびっくりよ本当。水かーって何、期待してたの。お水ですよ、お水だよ。生の音だったって、実は。え、泡ついてる、嘘、バレちゃうかも。ウォーターでしょ、ウォーター、お水だ一番。最近はちみつ紅茶、はちみつ紅茶にハマってるんだよね。あのね、自分で作るはちみつ紅茶じゃなくて、あの違うよ。お水だよ。あのね、なんだっけ、ん、何言おうとしたんだっけ、はちみつ紅茶、そう、はちみつ紅茶が自分で作るやつじゃなくって、なんかちょっと高い、こうただお湯入れるだけで、あの甘いみたいな、ゆうかちゃんが欲しがってるって。ええ、そう、待って、ほんとゆうか嬉しい、待って、にやける、もうガバガバ、口元ガバガバになる。口元ガバガバになる。ゆうかち、ゆうかちありがとう、忙しいのに口元ガバガバになっちゃう。ゆうかちゃん、あ、ゆうかちゃんだ、だって西風さん、ゆうかちゃんだよ、みんなのゆうかちゃんだよ、俺らのゆうかちゃんだよ、私らの、あたいらのゆうかちゃんだよ。ねえ、また前髪がちゃ、確かに、ありがとうゆうか、本当に連絡もくれてありがとうね。抹茶絶対食べに行こうね、めっちゃ抹茶、ゆうか抹茶ポカッチャ食べに行こうね。絶対抹茶食べよう、ね、頑張ろう、それまで頑張ろう、お互い。楽しみだな、楽しみ。抹茶抹茶抹茶、嬉しいな、ありがとう。あとでゆうかに怒る、怒らないでよ、怒らないで。でめっちゃ抹茶ゆうかはあゆみが先に言ったからね、めっちゃ抹茶ゆうか、ゆうかはめっちゃ抹茶が好きなんだよ、めっちゃ抹茶ゆうかって。でもほっちゃほかっちゃを足したのは二次風の皆さんですからね、きっと。私はめっちゃ抹茶ゆうかな、私はめっちゃ抹茶ゆうかは言った。発祥しました。ねえ、ありがとう、本当にこれからも何卒ご迷惑をおかけする場面もあるかと思いますが、お互い支え合って生きていけたらなと思います。そう、本当になんかね、似て、なんか課題がいつも似てるんだよね。ね、わかんない、今見てくれ、わかんないけど
そう、課題がね、いつも似てるの、こうぶち当たる壁みたいな。だからお互いね、こうした方がいいのかなみたいな。本当にありがとう、頼もしい、頼もしいよ、ありがとうね、頼っちゃってごめんね、本当に本当に。でもそれだけなんか安心する存在。待って待って、喉越ししちゃう。え、待って、すごい喉越しなんだけど、どうしよう、本当に嫌なんちゃう。課題、読書感想文。そうなんだよ、読書感読書感想文のさ、出される課題がいつも一緒でさ、本当に困っちゃうよ。口に泡ついてるよ、でたらめ言わないでよ。ああ、ニジフ、意地悪ニジフさん。嘘だよ、本当にありがとう。ツイッターでもいつもありがとうございます。もうこんな私にね、なんだかんだ構っていただいて嬉しいよ。ツイッターでもショールームでも構ってくれて本当に嬉しい、本当に嬉しい、ありがとうございます。もうこれからもね、なんか気軽に遊びに来てくれたら嬉しいなと思ってます。喉乾いちゃうんだもん今日。ドリンクの方は今は喉越しいいかもね、今は喉越しいいのかも。さあ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 、佐藤志保ちゃんありがとう、エンジェリー、エンジェリーありがとう。なんで昨日来れないかもって言ってたからいっぱいプレゼントしてくれたのに、今日もありがとう、今日も今日とってありがとう、佐藤志保ちゃんありがとう。ありがとうね、嬉しい、会えて。なんかなんかさ、え、なんかなんか変な形の口。G2 さんありがとう。え、ジョーじゃん、ジョー、お嬢じゃん、お嬢、お嬢、お嬢ありがとう、嬢ありがとうございます。小沢嬢ということでいいんでしょうか、私たちの嬢、小沢嬢ということでいいんでしょうか。今日もありがとうね、会えて嬉しい、会えて嬉しかった、本当に出会ってくれてありがとう、ね、これからもね、いろいろ教えてくださいな、よろしくお願いいたします。確かに小沢シティに名所を作らないとね、名所ができました、見てここにいる、あゆの画面だと、え、すごい、小沢シティだ。ありがとうね、本当にありがとうございます。嬉しいよ。なんか一生浸れるわ、一生浸れるよね。みんなはさ、お誕生日の時に何がさ決まって食べるものとかはあるんですか。私はパーティーは後日しようと思っているので、今日は普通の一日ですが、でも本当に特別な一日になりました。本当にね、ありがとう、幸せだよ。カレー、うわ、なんかいいな、カレーっていいな、え、カレーっていいな、え、待って、エス君、エス君ありがとう、ありがとう、 S くんありがとう、めちゃめちゃありがとう、めちゃめちゃ、ドド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 タワーじゃん、ありがとう、もうジュージューじゃん、ジュージュー、もうお肉焼けそうなぐらいだよ、ありがとう、本当にありがとう、本当に今日もね、ありがとう、お話し会会いに来てくれてありがとう、本当に今日あの会えて顔見れて嬉しかったし、あのイコノイジョイであのステージでね
小恵美がこう走ってる時に瞬間的にパッてあのボードを見つけられたのはなんか運命だなってずっと思ってるし、こうやって今こう応援してくださってありがとう。動画もありがとうね、本当に感動しちゃった、感動しちゃったよ。私作ってくれた動画感動しちゃったよ。エス君ありがとう、あゆみのマークもありがとう。エス君たくさんプレゼントしてくれてありがとうございます。ありがとう、名前ね書けなくてごめんね、でもあの気持ちを届けるねありがとう、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。あゆみちゃんのフォルダの一部になれて嬉しい。いやもう一部どころじゃないよ、もう一部二部三部四部もうめちゃめちゃ保存ですよ。ありがとう、これからもね思い出いっぱい作ろうね。ありがとう、ほんと感動、なんかやっぱ音楽って感動しちゃうよね、音楽、音楽とともに感動しちゃうよね、ね感動しちゃうよ。ありがとうね。待って充電器外すね、待ってポンとこうなるかな、あ、なかった。でって本当に一生嬉しい、あいも一生隣に、本当にね皆さんの隣にいたいし一生隣にいさせてほしい、一生そばにいさせてください。本当もう私でよければ、ちょっとうるさいかもしれないけど、うるさいかもしれないけど、ずっと皆さんのそばにいさせていただけるように頑張る待ってカレー、カレーでしょ、カレーすごくない、いいな、カレー全然食べないよ。お蕎麦だって大あれだったから、大晦日だから、えーいいな、えすごい、えじゃあもうえハッピーニューイヤーバースデーじゃん、わ素敵、大量の餃子、餃子焼いてくれるって、うわ餃子いいな、ケーキとお寿司は食べるね、あー定番だね、定番だね、いいな、お寿司、お寿司いいな、お寿司いいな、お寿司いいな、ねえほんと動画ありがとう、たくさんね動画作ってくれたり画像作ってくれたり、あとハッシュタグで投稿してくれたり、ハッシュタグ投稿してくれたり、こう何応援してくださってる方もね、応援もそうだし、他のファンの方も投稿してくださったり、わざわざ本当にありがとうございます、本当にありがとうございます。こんなにこうね制作委員会みたいなこの方々も盛り上げてくださって嬉しい、本当に待って、足がしびれちゃったので座高が高くて申し訳ないんですけど手巻きいいな、手巻きいいな、あ、あえ緊張するんだけどさ、緊張するんだけどちょっと2曲いけ、なんと何曲くらい歌うね、どうしようオムライスいいな、オムライスいいな、え待ってもうガサガサかもね、ガサガサかもね、ごめん本当にだから気持ちでお願いします、すいません本当に、気持ちでいいですか、気持ちは届ける、ね、気持ちは届けるね、だからもしガサガサでもあのガサガサでも気持ちは届けるから、あのよろしくお願いします。いや、ね、9時までなのであと半ぐらいかな、ね、ニアジョイってさブラジルだけだよね、自分たちの曲を歌おうかな、待って足がしびれちゃって、足がしびれてるよ、皆さんは足しびれませんか、私はよくしびれます、え待って、え待って待って、ちょっと待ってみんな、待ってちょっと、ええメアリーコールシュート超孤独ライオン入ってたんだけど、えいつ、いつあゆみが遅いだけ、え
待ってごめん、待って、あゆみが目がかすんでるだけかもしれない。待って、あゆみが目かすんでるだけかもしれない。待って、ちょっと待って、待って、一回ちょっと待って、一回待って、もう一回見させて、もう一回、わかんない、私もそうかもしれないから、もう一回待って、もう一回見るの、もう一回。え、入ってる入ってる、やっぱり入ってる。あー、すごい。え、ライオン。え、マジですか、ライオンだって。え、結構前から走った、嘘でしょ。あ、ニアリーイコールジョーは前に入ったって。ちょっと孤独ないのか、すんごい。待って、全部歌えるかな、時間何曲歌えるんだろう、半分、半30分歌えるかにゃん。え、何から行こう、何から行こう、何から行こう、何から頼もう。え、待って、ライオンはさ、でもさ、セリフ言えないよ。セリフ言えないよ、私。え、待って、声、ドキドキする、なんか緊張するから、なんか盛り上げてください。これリバーブするのかな、みんないつも。ちょっと調整するね。わ、でかい。あ、でかい。おほー、やじょーい、いたさー、すごい。待って、調整しよう。どう、このリバーブ、ラハブ。あ、どう。負けない、絶対あの日誓ったんだ。 BGM が大きい。どっちをやればいいか、どっちを先だろう。みずみずしいこのハートはずっと、どう、運命で集まった、それぞれのかな、同じ音を描くでしょう。恋とかじゃないから、やっと夢中になれるものがあったんだ。え、すごい、たのちゃん。全てを捨てて君に会うから、もっと本気で見届けてよ。 V サイン、今は夢を、強く夢を歌ってたい。止まらないで、ちょい届いて、せーの。そう、今声出しできるからね、ゆうかが声で。みんなで、もっと簡単で楽しい道だって、誰かのため私も丸ごと助けてあげたい。今どんなに険しい道だって、空が続くなら僕らは行く。涙を僕が拭った時、君はもう孤独じゃない、一人じゃない、一人じゃなく君とみたい。踏み出したら青春のページは開く。皆さん、まだまだ盛り上がっていきますよ。はい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 、もっと。わ、すごい、ニアリーイコールジョイを歌える時代が来たんです。あ、言いたいことが。暗闇で光見つからない、時にはひどい言葉に殴られ
捨ててここに来たから、ずっと視線そらさないで。不意さえ愛じゃなくて恋じゃなくて夢を歌え、止まらないで。ニアリーイコールキョイと解いて、そんな夢は全部ここにある。1,2,3,4,5,6 うんうん、すごい踊ってくれてるみんな。やばい、なんか泣けてきて声かも。キャーそれってこと。うわ、なんかうるうるして声震えるよ。すごい、ニアリーイコールジョイが歌えるんですね。ありがとうございます。わー、大好き。もう思い出、思い出だよ、この楽、この楽曲はね。泣いちゃう。待って、え、このくらいよ。待って、どあれ、これどうやってさ曲選ぶんだっけ。あ、ここか。うん、待って、孤独ライオン緊張してない。あ、待って、間違えた、ニアリーイコールジョイにしちゃった。超孤独ライオン、どんな感じなんだろう。え、どう。あ、待って、ダウンロード中だ。できんのかな。やばい、わやばい、声出しちゃった、ごめん、痛かった。すごい、はーちょい。うわ、すごっ、上がる。はい、つくばってこっち見る君はニューボー OQ ベイビー。敗北したらそこで奇跡が済んでランカウトだ。それじゃ届かない、魂で叫べ。そこで立ち止まった。でも誰も助けてくれへんで。え、自分で立ち上がってそっから綺麗な花探しんやん。不満目のドキリ先一人苦しんでさ、他人の芝は金色って思ないな。自分で掴んだのりは気持ちのいいものでしょう。裏切りも共感も探したってない、超孤独な希望。結果は君だけで決めて、我々は君が鳴らせ。回避気持ちをガリも好きにすればいいよ。かっこよすぎだってば、勝者は君。え、あのさ、歌詞だとさ標準語なんだよね。私に誓え倒れたって進むって君ね、群れをなしても何にもなれなかった。そうでしょう、恥ずかしくないよ。魂で叫べ。他人の名言に感動しとっても何も変わらんとよ。そこで何しようと。頂上で待っとうよ。もしもの不安話しょうもない、やめときなよ、いらないでそんな甘えは。邪魔っちゃけど、空から降ってくる甘い声、全てを払いのけろ。誘惑も続きも排除してゆけ、超最強ライボン。その爪を研いで勝つ感覚に植えろ。野生の動物は希望を刻みつく、今こそ戦え、勝者は君。確かにいつも二人で歌ってるから大変だね、これ一人で歌うと。じゃあ皆さんカラオケとか大変かも。
スーパータイムです、アリスタイムです。血の味がしたシャウト、風が切り空に散る、それでも生きる、流れもいい、全てを壊そう、そうはここで目から絶やすまで、自分で掴んだのりには気持ちのいいものでしょう、裏切りも共感も探し出会ってない、超孤独な一本、結果は君だけで決めて、ファンファレは君が鳴らせ、回避気持ちを他にも好きにすればいいよ、かっこよすぎだってば、だって勝者は君だけ。わあすごいありがとうございます。裏声で歌っちゃったけど、じゃじゃ上を歌ったありがとう。やっぱ足りないからさ、足りないからさ、裏ハモがないとね、裏ハモじゃないや、上ハモがないとねなんか感動しちゃう、感動してなんかうるうるしちゃって歌えないわ。43分、43分、うんうん、え、そうミラーボールとかありがとう。スイートはね入ってないんですね、スイートは入っていないんです。しめシール、しめじ、しめの待ってしゃっくり止まんない、しゃっくり止まんないよ。でももうちょっと時間がありそうなので、ありそうなので、待って、なんかさ、定位置が出てこない。歌っちゃおう、対バンブリ。生きてりゃいいことあるもんさ。お久しぶり、夏の対バンブリですね。ゆうかとこのみんな歌ってくれてたんで、私も歌っちゃう。自分のことがずっと嫌いだったんだ、死んでしまいたいと思っていた、やりたいことなんか別に何もなかったし、将来の夢を考えてるともなかった、学校なんかなくなればいい、友達は一人も欲しくない、どうして僕は生まれたのか、命の使い道を持て余している、しかない膨大な時間と怒りと絶望を紛らすには、さよなら、全力で走るしかなかった、君と出会って泣けてきた、なぜか涙が止まらない、心を閉ざしてた僕が同じ痛みを感じた存在、目の前にいる君も抱きしめたいと思った、これが愛と信じて、もう一人の自分に気づく、気も変わるなんて信じられないよ、だけど別の僕がいる、誰かと話したいなんてありえなかったし、明日のことなんか楽しみしかなかった、未来は捨てて言って、世の中は面倒だと思ってた、どうして人は生きるだろう、何を残したいって言うんだ、ずるたった一度きりの人生だけど捨てたもんじゃないってことさ、そうようやく今になって分かった気がするよ、君の、待って震えるんだけど、来てくれ、
今日まで生きててよかった。なんて素敵な世界だろう。ぬくもりにも食わず包まれてる。ずっと探していた生きがいがそこにあった。これが幸せなんだ。気づかせてくれてありがとう。出会った大事な人がここにいる。ああ大好きだ。君のために生きる。君と出会って泣けてきた。なぜか涙が止まらない。心を閉ざしてた僕が同じ痛みを感じた存在。目の前にいる君を抱きしめたいと思った。これが愛と知っても一人。ラスト行くぞ。胸で泣かせてくれ。今日まで生きててよかった。なんて素敵な世界だろう。ぬくもりにも食わず包まれてる。ずっと探していた生きがいはそこにあった。これが幸せなんだ。気づかせてくれてありがとう。どうにか生きてりゃ誰かと出会って愛を知る。ありがとうございました。みんなが歌ってくれるので私も歌っちゃいました。めっちゃなんかさ声震えちゃって、なんかほんと下手すぎまんだったけど、まあ気持ちは込めたよね。気持ちは込めた。待って、ショールーム。あれ？待って、ショールームのアプリが落ちちゃったんだけど今。見えてる？今何してるでしょうか？今何してるでしょうか。あ、見えてる見えてる。カニさん歩き正解。今ショールームのアプリがさ落ちちゃってさ、ごめんね。今また再起動したんだけど落ちちゃっちゃう。ということで最後はなんか定番に、最後といえばこの曲と定番になってきましたね。女はなってフラッチルも心配なんだよ。フラッチルね、君だけに聞いてほしい。これは二人だけの。今日も本当にありがとうございました。とっても幸せです。最後までお願いします。アクフラッチル。どこか孤独な君へ私歌を届ける。涙流したままでいい。今は聞いて。光満ちた世界はちょっと眩しすぎる。手をつないで遠いとこで逃げ出そうよ。私だけ信じてこの二人委ねて全部忘れてね。ジョイジョイ、ここで歌おう。ほら笑ってフラッチルも心配なんだよ。フラッチ空の色。はいはい、君に教えてほしい。寂しそうなフラッチル、今君に届け。フラッチ泣いてたことは秘密だね。これは二人だけの。なんか声いつもずっと今日震えるんだけど、でも頑張る君で何も聞かないからね。頑張ってる君は今日も輝いてる。少し休んだ後は全て遠く見える。歩みは遅くたって一気に進んでるよ。あの太陽遠くて今はまだ掴めない。だからこみな
らでゴールちょいここで笑おう私たちは登りへんでも遠く見えるちょい車だいけるでしょはいやれるはずはい君が眩しすぎるキン登りへんほらなんどらあったチャレンジ私かもし転んだら君が手を引いてねじゃあ水平リーベ誰の頭が冷えすぎてうるしいみんなミヤジョイス夢見ることは自由大人はそう言うけど夢見てられる環境はなんて平等じゃない限られたこのキープ握りしめ振り絞る君を私は見てる君だからはまだやれるって証明するんだああほら笑ってフラジル今僕だけでしょフラジルね君だけに聞いてほしいこれは二人の歌走り出そうフラジルその日一歩が今シャイニー泣いてたことは秘密だね今日も二人のため空が青いニアジョイ2、2、3、4、5、6ニアジョイトゥルルルトゥルルニアジョイニャーありがとうございました楽しかったありがとうあのミラーボールもうありがとうございますえなんかさ全然なんか触れちゃったなんかしみじみですね嬉しいありがとう待ってしゃっくり止まんない待って忙しい待ってしゃっくり止まんないあ止まったかもしれない。はあしみじみしじみ。ちょっとまたリベンジで歌うね。ちょっとまたリベンジマッチで歌いますね。今日はなんだか感動しちゃって、フル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 ーチェだったので。嬉しい。ねまたねこうライブでこうお届けできるのを楽しみにしていますね。ねライブ大好きなのであと5分ぐらいですね改めまして本日は今日は本当にね見てくださってありがとうございましたねもう本当にたくさん幸せをね、あやも陰なり始まるんかなと思っちゃった本日はご来場いただきありがとうございますね本当にたくさんの方がお祝いしてくださってこう少しでもこうなんだろうそう愛を知るとかもねこう初めねこう不安でどうしようってどうやって小沢あゆみを知っていただこうかなとかどうやってメンバーとして受け入れていただけるかなとか、まあ、頑張るしかないよねって思ってた時期もうこう愛を知る夏の対バンで何度かカバーさせてもらってなんかそれで今まで知らなかったけどすごいこの曲好きになったみたいなこの曲いっぱい聴いてるよとかこう言ってくださることがなんか少しでもあ受け入れてくださっているのかなとかこう受け止めてもらえているのかなっていうのがあって当時もすごい嬉しかったですしこうやってこうニアジョイで初めてのお誕生日をこう迎えさせていただいたんですけど本当にたくさんの方がこうお祝いしてくださって本当に幸せで出会えてよかった人生は一度きりしかないので本当もう悔いなくね生きないとですけどこう一度きりの小沢あゆみの人生でこう皆さんに
出会えたことがもう何よりの宝であり、何よりのもう奇跡ですし、本当に一生の宝、これから何年おあゆみがおばあちゃんになってもこの皆さんとの出会いは本当になんかかけがえのないものというか、こうなんかずっと心に残っていくなってすごく思いました、思いました、思っています。で、宮城へね、こう2年目突入になりましたが、私も20歳になったということで、より気を引き締めて頑張りたいと思います。まずはそうですね、舞台、まずは舞台って、しかも台湾も4月も5月も台湾があるので、台湾もぜひ会いに来てください。宮城に会いに来てね、ぜひ。で、私たちから会いに来てないじゃなくて会いに行きますって言って言えるように頑張るし、あとはもうイコノイジョイ2023も決まっているので精一杯頑張りたいと思います。編入してくれて本当にありがとう。いや、こちらこそ、もうなんか仲良くしてくれてありがとうね、本当にいつも構ってくれて優しい、これからも頑張れ、ありがとう、嬉しい。じゃあランキングを読みます。13位、ドゥルルルじゃん、シュゴ、ありがとう。12位、ドゥルルルじゃん、お水、ありがとう。11位、ドゥルルルじゃん、アツ、ありがとう。10位、ドゥルルルじゃん、もちゃん、ありがとう。9位、ドゥルルルじゃん、サイサイ、ありがとう。8位、ドゥルルルじゃん、タッキー、ありがとう。7位、ドゥルルルちゃん、白い水星さん、ありがとうございます。6位、ドゥルルルちゃん、梅ちゃん、ありがとう。梅ちゃん、ありがとう。5位、ドゥルルルちゃん、ゲンゲン、ゲンゲン、ありがとう。4位、ドゥルルルちゃん、サコトシャン、サコトシャン、ありがとう。3位、ドゥルルルちゃん、ミッドナイトパーティーさん、ありがとう、ミッドナイトパーティー。2位、ドゥルルルちゃん、タラピー、タラピーさん、ありがとうございます、ありがとう。そしてハイヤル第1位は、ドゥルル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 ルちゃん、エスくん、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。本当にあの小沢シティ、小沢、あ、私スクショタイムしなきゃ、やばいやばい、終わっちゃう、終わっちゃう。でもなんか1分過ぎぐらいだった気がする。あと1分、あと1分、待って、どうしよう、どうしよう。ぜひ誰、どなたか、あのスクショお願いできたらと申します。小沢シティどう、見てる感じ。ありがとう。ありがとう。じゃあちょっと駆け足になっちゃったけど終わりたいと思います。ありがとうございました。本当に見てくださってありがとうございました。とっても楽しかったです。ありがとう、みんな、ありがとうございました。これからも20歳の小沢恵美もよろしくお願いします。ありがとう、ありがとうございました。おやすみ、またね。あー、サイン会、サイン会。バイバイ、サイン会お待ちしてます。サイン会今日までです、今日までです。ありがとう。バイバイ。